私のおすすめとしては春ちょっと肌寒い時にこうシャツを中に着たりとか、あとこのレースを中に着るのが私はすごい好きでした。タイトスカートがすごい好きで、タイトスカートを着てこうレース合わせて上からビッテを着てちょっとレースが見えたりして、それはすごい可愛かったです。あとこのジージャンも羽織るのにはすごいちょうどいいので、これが4000以下で買えるんだったらいいなと思います私結構全身コーディネート1万円以下とか多分すごい多くて、プチプラのお店によく行くので、なんだろう、流行り物も買ったりしますけど、流行らないものも結構いいものが売ってたりするので、スカートとか T シャツとかよくお世話になってます。大学行く時の服装は特に意識してなくて、結構大学だから勉強しに行ってるので動きやすかったり、あんまりコートを脱いだら結構中身は軽かったりとか、厚手のコートを着て中は動きやすい服とかを着るようにしてますね。はい、スウェットとかが多いかもしれないです。はい、普段は友達の、この間も友達の家にお泊まりしに行って夜まで騒いだりとか、あと普通に夜だけ仕事の後にご飯とか、仕事疲れてても友達とご飯行ったりすると癒される。ロンドンチャンネルをご覧の皆さん、今回の企画はすごい大学生に、大学生、学生向けのすごい盛りだくさんな企画になっていて、すごい勉強になるのでぜひ見てみてください。よろしくお願いします。バイバーイ。